この時間やってるの珍しい。仕事行くまで起きてようと思ってて、いや今週マジやばいんだよね。2回寝バックルしちゃって、2回遅刻してて、まともに通えてないんですよね。まともに通えてなくてさ、睡眠がグダグダですもん。本当にぐっちゃぐちゃ、睡眠が。めちゃくちゃです、僕の睡眠は。大変つうか、まあ情けないよね。ちょっとないわーっていう感じかな、自分の中では。ダセーな。繊細だから、なんかね、一個の言葉が染みついちゃったりするから寝れなくなっちゃったりするんだよね。おイラ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 しちゃって。メンタル弱すぎだから。豆腐メンタルだからさ。あずしさん、どうも。風船プレゼント。あつしさん、風船プレゼントありがとう。あつしさんってあれだっけ、芸人なんだっけ。結構有名らしいよね。なんかテレビとか出る人なんでしょ、この人。あれ3杯目ヒカルとコラボしてたんだっけ、なんかで見たことあるな。ね、メンタルずぶとくいきたいよね、本当にね。あつしさんって有名人だよね。なんかモノマネの人でしょこの人。結構有名な人、テレビ出たりする人じゃなかったっけ。俺もわからん、にわかだから。ずぶとい人羨ましいよね。そうだよね、光くんとコラボしてましたよね、あつしさん。テレビとかも出てますよね。風船プレゼントありがとうございます。さっきのトレーニングすごかったぜ。まあな、格闘技を極めし者だからな。対テルチャンピン対策ですよ。圧倒的な戦力差で勝たないとね。情けないからね。最後あれ何と戦ってたの、見えんかった、相手の動き。相手はね、あのマンモスだね、マンモスと戦ってたね最後は。角が7本生えたマンモスと戦ってた。
圧倒的質量感じたでしょ。矢でも鉄砲でも持ってこいや。新しいフォロワーさん、アツシさんフォローありがとう。この漫画、裸足の言語だ。カラスが鳴いたか。朝だね。夜が明けたか。って話をしてくれるリスナーさんいると思ったけど、なんかみんな戦ってるっていうのは気づいてくれなかった話。かそってるからね。朝方は全然人集まんないよ。バキがたまにあれやるやん。やめてワドさん。それバキがボロボロに。そうだよ。リアルシャドウだよ。いいか。今から君たちの口の中に梅干しと酸っぱい梅干しとレモンを口の中に入れる。ほら不思議。口の中には何にもないのに、君たちの口はよだれでいっぱいだ。グラップラーバキの構え好きだよ俺ね。こうか。この辺かバキは。朝早起きですね。ずっと寝てないだけっすね。ずっと配信やってますね。会社寝バックでしちゃって。ガタガタです。オワコンです、オワコン。マジ。グダグダ。お疲れ様です。風船プレゼントありがとう。
おはよう、ゆらちゃんまどつ。おはよう。なんだけ激推しなんだ。ちょっと面白いな。ランハゲ激推しって面白いな。
ランハゲ和むの？ランハゲな、ランハゲあんま見たことないな。昔からいるのはあれだけど、すごいよね、アクティブ300ぐらいあるもんね。いつもなんか金梅さんといるイメージがあるな、金梅さんと絡んでるイメージ。金梅ファミリーの兄弟子って感じ。最近弟弟子の光くんが頑張ってる。金梅とはしょっちゅう絡んでる。時々やっちょと混ざる。まあやっちょも金梅さんなんだかんだ仲いいもんね。すごい仲いいよね、あの二人。金梅ランハ、あ、金梅ランハじゃない。金梅やっちょは。こんな仲いいと思ってなかったから、びっくりしたよね。あ、こういう感じなんだ、と。風船プレゼントありがとう。ありがとうございます。仕事だね。
川のりゆき寝配信やってる？ふわっちで。キャスかな？あ、キャスだ。ね、配信でも人集まるだろうね、多分。風船ありがとうございます。猫王さん、風船ありがとう。猫王さんって読むのかな。風船ありがとう。いぶきお願いします。いぶきね、結構バカにしてる人いるけど、太ったね、結構ブーさんいらっしゃい。いぶきはめちゃめちゃすごいよ。本当に息が上がってる時にハーハー言ってる時に、いや、思いっきり吸って思いっきり吐くだけなんだけど、いぶきは一発で呼吸整いますよ、うまくやると。で、本当に空手家の本当のすごいいぶき見ると、こーって地鳴りがするよ、ゴゴゴゴゴゴみたいな、すごい音出るよ。タバコ吸いすぎだね。横隔膜をね、思いっきり押し上げる。いぶきは結構使えますよ、インターバルとか。呼吸一発で整うから。スポーツやってる時とかね、使ってみて。あ、いぶきって本当に使えるんだってわかると思う。てか、いぶきって技の名前知ってる時点で多分結構格闘技詳しい人だと思う。風船7個は待ってるんだけど、和藤さんとか使っちゃっていい？ウェルカムです、お願いします。風船ありがとう、猫王さん。極真でさん、あ、極真、あれ、いぶきって極真の技だったっけ。極真でもやるんだ。いぶきってか、まあ空手全般で使うのか。空手家の技だもんね。風船プレゼントありがとう、オロロさん、サンキュー、ありがとう。でも本当市販台の息吹とかすごいよね。空手全般で使うんだ。琉球空手で、まあ俺あれだもんな、黒帯とかじゃなかったもんな。千葉真一の殺人拳でも似たようなの見たような初見です。あ、そうだね、千葉真一さんもよくやるし、あとそれを真似て関根勤がよくね、こーってやります。息吹って技です。最近タバコ吸った後めまいや気持ち悪くなります。あー、やめた方がいいかもね、タバコね。ユートビッチいらっしゃい。シュッ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 、正中線がずれてんな。肩が全然もうできなくなってる。でも空手の方って実践向きじゃないよね。だからフィリオが一撃空手やってた時すごい好きだったね。
鍵好きで一発で仕留めた試合とか最高だったよ。あれはかっけえと思った。いぶきと肩全般、主観がやると音がすごい。すごいよね。なんかさ、あの、すり足のピッって音とか、道場する足のね、ピッって音とか、あの道着の擦れる音とかかっこいいんだよね。ピッって音がするんだよ、本当に。主観台のはね、ピッって止まるんだよね。ピッって。すごいよね。ピッ。ピッって音がするの、本当に。で、風切る音がするんだよね。ピッ。ピッって音がするんだよ。すごいかっこいいよ。短期間に吸いすぎとかも原因なんですかね。多分ね、量が多いんだと思う。で、体がもういらないよって言ってんだよ。ニコ、あの、おえってなるのは。俺もよくなる。体がね、もう拒否ってるんですよ。タバコ吸いすぎだよって。やめた方がいい合図ですね。師範代とかの空手はかっこいいよな。極真はやっぱすごい。一つ一つをバシッと決める感じがある。俺五十流、まあ極真も少し習ったんですけど、五十流だからちょっと柔らかい空手なんだよ。三鎮立ち、キュッて足を整えて、ボクシングとねちょっと違くて、空手の発想って、あの、全部がカウンターで打てるようにできてるの。空手って理論上では最強で、例えば手の動きだけで言うと、空手って全部こっから始まるんですよ。こうやってやって、こうピッて始まるでしょ。一の突きってあるじゃん。その、一なんだよ。で、二なんだよ。で、三、四、五、六、七、八って、もう全部、受けと、で、全部連動してるの分かる？その、受けた後、こっちの手がもう構えに入ってるから、全部、攻撃の次に防御とか全部連動してんの。だから、その、なんつうんだろうな。美しいというか。そうっすよね。うん。中段受け。外回し中段受けかな？で、こういう動きとかもあるんだけど。パッて。うん。空手は美しいっすよ。おはよう、歌子さん。だから、急所っていうか、まあ、全部急所狙ってくんだけど、本当は。うん、全部が急所狙いっすね、本当は。危ないよね。だから空手家って本当は、体重とかを思いっきり上げて、ずんぐりむっくりの、本当大山摩擦みたいな体を作って、初めてあの空手ができるんだよ。あの、なんつうの、ドーンってやって一撃であばら粉砕できるぐらい鍛えて初めて空手って完成するのね。そうするとそのスタイルでも相手がパンって飛んできたらパッパーンでもう終わりなんだよ。あばら折って。だからね、多分筋力が足りなすぎるんだと思う、今の空手家は。死殺し、そうそうそう、うん。でもなんか大山摩擦先生の空手はやっぱね、ちょっと沖縄っぽいんだよね。今の極真と全然スタイル違くて、ちょっと柔らかい動きだよね。いやー、もう全部潰れちゃってるもんね。もうほんとパンパンだよね。オロチ6本の手だよね、ほんと。ここも裏剣とかでボッコリ。あれもう複雑骨折何回もやって、もう肉がぐちゃぐちゃだろうね、多分中身。骨めちゃめちゃ太いと思うよ。少林寺拳法1ヶ月やっていたのだが、精神的にいかれたからやめた。可動座少し、やめた。家道座少し。二代目下水下太郎さんいらっしゃい。少林寺拳法はあの目打ちが強いと思うね。スピードが速いのと、目打ちっていう技があって、こうパッてやって、こう目をねパッて打つ技があるんですよ。あれは実践的だよね、パッて。
こうね、払う感じで、パッて、こう、目を打つ技があるの。そう。これはすごい使えると思う。目打ちは。少林寺の技だね。山に一人でこもるとか、眉毛片眉剃り落としたんだっけ。空手に全て捧げた人だからね、あの人は。目打ち当たったためしかない それは練習量が足りなかったんだよ、単純に ダベンじゃなくて、なんつったっけな、ダベンって言うんだっけ、技の名前忘れちゃったけど。なんだっけ、友達がね、極真すごい強くて、県大会3位とかになってたんだけど、高1とかで。極真5連撃だっけな。蹴り技のね、回転系の5連撃があるんだけど、それ見たとき超感動した。そう。極真5連撃だっけな。極真の結構奥義なんだけど、回転しながらね、回し蹴り5発入れるんだよ。違うな。回し蹴り2発と、その間に、なんだ、前蹴り一発入れて逆回転で回るんだ。俺一回事故であばらひび入ったことあるけど、息しただけで苦しいし動けないよ そうだよね。実際折れて、よくさ、あばら何番がいかれたとか言って戦ってるやついるけど、絶対そんなこと無理だよね あばら折れるとか結構尋常じゃない事態だからね。アニメの主人公とか頑張りすぎだから、あれ。お前の体どうなってんだよ、みたいな。で、幕の内も初めの一歩でさ、千堂さんおられてたもんね。3番と7番持ってかれたわーって言ってたけど、お前番号までわかんのかよと思って。すげえな、こいつ。極真は基本近距離戦が評価される。あ、そうだよね。100人組手とかさ、もうさ、この辺の距離こうなってるもんね。あと、ここで打ってるよね、もう最後の方。100人組手とか、もうこんな感じだもんね。なんか伸びきらないもんね。あれは拷問だよな。あれ？何台以上で100人組手やらされるんだっけ？あれはマジでね、本当にね、かわいそうっていうレベルだよ。極真の師範代とかマジで強えかんな。黒帯取るとき10人組手がノルマ。うーわ、きつ。1本取るまででしたっけ？あれ、時間制でしたっけ？いや、10人組手きついな。3分10本。黒帯取るレベルでそれなんだ。相手、有段者でしょ？相手黒帯でしょ？いじめだよな。もうだから儀式だよね。いじめられるっていう それ耐え抜けるかどうかってことでしょ。黒帯10人なんか無理だかんね、本当に。いやー、きついな。想像もしたくない。可愛がりだよな。まあでも自信つくだろうな。ブラックベルト、やっぱ磨きが入るよね、そういうものに。俺はあれに耐えたんだっていう。なります体感は、軍隊上がりとか、大会常連者いてかなりきつい でもその中でさ、長渕剛さ、全国大会出たっていうのがすげえなと思って。あの人結構上まで行ったよね、極真の大会で。なんか全国大会出てなかったっけ、長渕って。おい、化け物だと思ったよ。工夫おはよう。極真の全国大会出るっていうのがどれだけすごいことかっていうのが、空手やってたらわかるから。普通にプロボクサーになるような話だからね、ミュージシャンが。考えられねえよな。
長渕キックで大会出たんや、なかなかすごいっすよね。外国人勢も多いし、バケモンでしょ、だって極真の人口ってとんでもないあるからね。まあパフォーマンスもあったが、まあよっぽど強くないと無理だよな。でもパフォーマンスとはいえ、極真の人ガチ勢多いからな、本当に強くないと出さないだろうし。絶対喧嘩したらダメだもんね、黒帯なんか。シホミエツコに喧嘩で負けてから始めたんでしょう。あ、わかんないわ、エピソードは。ここまではわかんないけど。もともとガリッガリだからね。お、一専務だ。一専務、ありがとうございます。ギリチョコありがとう。あ、ジャックアカリなんだ。空手で女子がたまにいるけど、組手の時は、胸触れるチャンスだった。もうあんな胸触るからね、絶対ね。ただ、空手やってる時に、なんかそういう下心とかなかったな。でも女の子殴るときはほんと手加減しないといけないから、難しいよね。男と女普通に極真組まされるじゃん。でも絶対さ、鍛えてるとはいえやっぱ体力差があるから、本気で殴れないよね。これあるあるだよね、空手やってるときの。そう、難しいんだよね。本気でやってるけど絶対に力の加減があるから、なんかね、もう本当に無理よ。ほんと、あばらいっちゃうから、女の子とか。女同士でやってほしいよね、あれは。正直言うと。子供とかも組手するから。まあ、子供はさ、もう圧倒的に手加減してもいいじゃん。おい、おいってやってればいいから。おい、よくやった。なんかやってりゃいいんだから。たださ、女の子はほんと難しいよ。ほんと困る、あれは。女の子で勝てるとしたら、まあハイヒールで足の甲を踏み潰す技と金的かな、やっぱり。多分ハイヒールでね、足の甲を思いっきり踏み潰すのはね、多分ね、めちゃめちゃ殺傷能力高いと思う。でも不意打ちしかねえよな、やっぱ。女の子は不意打ちしかないと思う。
あとは金玉蹴り上げるしかない。ブラックベルトの女の子で素人の男に勝てるか勝てないかだと思うよ。よっぽどやってて。風船プレゼントありがとう猫王さん。知り合いの極真チャンピオンいたけどえげつなかった。試合で顔面蹴り一発で意識飛んでたもん相手。いや飛ぶよ。うん、本当に強いやつあばら持ってくよ。なんかその同級生に極真めっちゃ強いやついて、中3の時、中2か中3で始めたんだけど、才能がありすぎて、成田道場って結構強いんですよ。成田の極真結構強くて、千葉県の中では有名だったので、成田道場で1年ぐらいやったらほんと一番になっちゃってで型が苦手だったんだけど、なんつうの、もう本当に強くて、どれくらい強いかっていうと、高校1年の高校大会、極真の高校大会ってあるな、高校生の大会、それでキャリア1年で高校1年で3位になっちゃったので、なんか準決勝まで行ったのか。でどういう試合やったかっていうと、そいつ自分のスタミナのないこと分かってたけど、もう超パワー系なのよ。超パワー系で超柔軟な体してて、で1回戦とか全部一撃で終わらせちゃったので、相手あばら折ったりとか、もう大怪我させて終わらせちゃって、でなんでそれ3位で負けたのって言ったら、まず体力が切れちゃったっていうのと、なんか本人が苦手だったのが、すごい反射神経が良いテクニカル系のやつだったらしくて、全部いなされたんだって。そう、俺すげえ苦手なタイプだった、悔しいっつって。当たったら絶対もう一撃でいけんだけど、その上手くて距離測られるし、蹴り技で間合い取られるし、すごいなんか何ブラジリアンキックみたいな変則系とか回してくるから全然対応できなかったっつって、うん、そいつはほんと有望視されてたけどやめちゃったんだよね。なんか自分の身長が低いのと、俺と同じぐらいかと、やっぱりその限界までやって本当に強いやつ見たから、この道は俺世界取れないって分かったって言ってて、すごい意識高いよね世界一になれないのが高一で分かるぐらいやり込んだっていう、うん、そいつはすごかったね。何やっても天才なんだよね。ベース弾いたらもう半年ぐらいでレッチリのフリーのベース弾けるようになってたし、ギリギリの距離感取れるやつはうまいよねって言ってましたね。俺はその世界が全然わかんないんだけど、もういなされるとやりづらいしイライラするって言ってましたね。倒せるって分かってるのに、そう当たらないっていう。で体力どんどん、空振りがやっぱ体力奪われるから、いなされるともうダメだって言って。ゆらららの平和島、わ全然わかんない、何言ってんのかわかんないわ何の話してんのそれ、うん、でもそいつはすごかったね本当、うん、ヤンキーじゃなくてオタクだったので、オタク友達なんだけど、小学生の頃からの。だけどヤンキーがそいつに喧嘩売らない、もうヤンキーの中でトップみたいな、うん、だからそいつヤクザもヤンキーも嫌いみたいな、オタクなんだけどパワー系なんだよそいつはなんか自分の道決めてたら、なんか天下取ってただろうな、どんな世界でも。なんかそいつはもう小学生の頃からかっこよかったね。なんか決める力みたいなものを持ってたね、子供の頃から。生主やったらそいつ天下取れると思ってるね。喋りも抜群にうまいんだよ。勉強はできなかったけど本当に天才だと思ってるね。
池袋の駅前で大喧嘩してるキャバ嬢いる。極真はパンチ顔当てちゃダメなのに蹴りはオッケーっていうのが意味わからん。あのね、蹴り技って実を言うとパンチより3倍重たいんだけど、モーションがでかいんですよ。だから実は避けようと思えば避けれるっていうか、なんていうの、避けれないんだけど、ある程度の有段者になってくると、その大技って言ったらいいのかな、結構決めるのが難しい技なのね。だからそのいろんな蹴り技が発展していくんだけど、多分そこがでかいんじゃないかな。3ヶ月ぐらい前から札幌の、なんて読むんだ、蹴り空ジムでダイエットがてらに通ってる。ああ、そうなんですか。いや、体鍛えるのは男はかっこいいと思いますよ、本当に。やっぱ、いざっていう時に強いっていうのは、体の強さは心の強さにリンクすると思うから、精神力ないと絶対体鍛えらんないからね。フーム、すごいのか、そんなことが大したことないんじゃねえの、なんかバカらしいわ、聞いててな。そう、聞かなきゃいいんじゃないかな。冗談蹴りなかなか当たらないですよね。新しいフォロワーさん、あやさんフォローありがとう。だから蹴りは周空って言うんだ。まあ、なんだろう、なんて言うんだろうな、蹴り技はほぼ下段の方が危ないと思ってるね、極真は。足の腱とか切れるんですよ、彼ら素人だったら。足って蹴り技の時にさ、膝を上げてすねでガードするのって、あれ足の裏から内側から蹴り込まれて剣を持ってかれるからなんだよね。下段蹴りはもう当たる前提だから、あれは、受ける前提っていうのかな。だからあれ我慢勝負だよね、ほんと。下段蹴りが強いやつほんと強いと思う。あと前蹴りが厄介だね。キックもそうだけど、前蹴り強い人はほんとうまいと思う。下段何発か当てれば、厳しいっすよね、ほんとに。猫さんフォローありがとう。ほんと痛いからね、本当に痛い。空手家の蹴りとかキックボクサーの下段は受け方間違えると本当折れるじゃないんだけど、筋痛めるっていうか、歩けなくなっちゃいますよね。下段は本当厄介ですよ。無知どころじゃないよ、あれ。金属バットで殴られてんのと一緒だよ、本当に。空手家の膝って潰してあるから、金属バットとかガチンって当てられたりとか、木刀はいかないが、バットとか折ってたよ、親父さん。木のバット折るって結構異常なことじゃん。足の骨ぐらいさ、バッチリいっちゃうよ、ひびとか。鍛えてないと。怖いよ。ムエタイ系はしなるよね。バチンっていくよね。ただ空手家の蹴りは重くてズシンってくる感じの、ほんと一発で動けなくなる、ももとかに入っても。想像もしたくないっすよ。若い頃草薙剛がバット蹴りで折るって時に骨を折った。いやー、危ね。みんな家で鉄パイプとかで足当たりで、ですよね。だから鉄みたいっすよね、すねが。カンカンカン。五体を武器化させるってよく言うもんね。だから有段者がそのなんつーの、ナイフ持ってるのと一緒、プロボクサーのライセンスと空手のブラックベルトって障害起こしたらすごい罪重たいんですよ。もうナイフ持ってるのに相当するんですね。要はその殺人ができる状態っていう。だから警察官とかもすごい叩き込まれるしね。それは裁判とかでもそれ負けちゃうからね。強い人は喧嘩しないっすよ、
基本的に。自分が武器持ってるのと一緒だから。想定で殴られた時グーで殴られるより腫れた。あ、いってらっしゃいよ、オロロさん。いってらっしゃい、ありがとう。電車で来たの？あ、車か。YouTube の心霊動画怖いでしょ、うん、ニコ生で今までで一番怖いって言われてるからね。これガチっすね。超怖いでしょ。Twitter に上げたらどれくらいいったっけな。10万再生ぐらいいったよ、 Twitter の方は。そう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 、あのあれでしょ、マラソンのやつでしょ。マラソンのやつじゃねえか、何のやつか。あ、喫煙所の方か。喫煙所で子供が走り抜けるやつか。多分それだと思うよ。YouTube たまに見るけど、それは知らん。見なければ。結構有名で、石川の隆起さんが検証をやってたね、次の日に。トップページあるじゃん、チャンネルの。そこに多分あのあると思うよ。お分かりいただけたらのやつなんでしょ。え、それどこにあんの？投稿したいんだけど。和道のオープニングのギターの音いつもビビる。あ、でかいんだ。ジャカジャカジャージャカジャカジャーってやつね。あと2分で終わりにします。オープニング音小さくして、動画始まったら大きくして。油断してるとビビる。高谷さん、おはようございます。
徹夜でやってたね。今川さんおはよう。うん、徹夜徹夜。呪いのビデオ制作員、それさ、猫王さん投稿してよ。勝手に URL 貼ってきていいよ。2月始まって10日で11万すごいな。本当におかげさまで。本当におかげさまです。じゃあ一旦終わりにします。トイレ行ってから5分後に再開しましょう。お疲れ様です。ああ、全然使って。うん。投稿しちゃって。うん。URL そのままリンク貼っちゃっていいから。うん。お疲れっすー。うん。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんねんもう。